クロスオーバーとは、ジャンルの垣根を乗り越えて、音楽性を融合させるスタイルを指す、音楽用語である。1970年代前半に流行した、電気楽器や電子楽器を取り入れたジャズの演奏スタイルの一種。1960年代後半より、電気楽器やロック風な奏法を取り入れた新しい、ジャズスタイル、ジャズロックや、エレクトリックジャズが生まれた。マイルス・デービスらは、 ジャズの停滞状況を乗り越えるべく新しいサウンドに挑戦していた。アメリカのスタジオミュージシャンたちはジャズにラテン音楽やロックを融合しジャンルの垣根を乗り越えたクロスオーバー音楽を生み出していった。1970年代にはデオダート、ボブ・ジェームス・ラ・アレンジャーがアルバムを発表した。1973年にはデオダートがアルバムプレリュードを発表。 クラシック作品をエレクトリックジャズにアレンジしたサラトゥストラは各語り木がジャズとしては異例のヒットとなった。同曲はクロスオーバーの最も初期の有名曲であり日本でも NHKFM を中心に盛んにオンエアされた。1973年に発表したデオダートにでもジョージ・ガーシュウィンのラプソディー・イン・ブルーをカバーした。またデオダートをサポートしていたのが プロデューサー、クリード・テイラーの CT レコードである。同レーベルでは、ヒューバートローズが、イーゴリ・ストラビンスキーの春の祭典をアレンジした曲を発表したが、これはヒットには至らなかった。70年代前半には、チック・コリア、キース・ジャレット、ハービー・ハンコックらも、クロスオーバーの作品を発表した。ハンコックは、ヘッドハンターズのようなファンクリズムを取り入れたアルバムも、制作した。 ロックのクロスオーバーは時代や音楽性ごとに細かく区分されている。ブルースロックやジャズロック、ラテンロック、ファンクロックなどが挙げられる。ロックが1960年代に発展する過程でブルースを融合、クロスオーバーさせたブルースロックが登場した。エリック・クラプトンのクリームやジミヘンドリクス、フリートウッドマック、ポール・バターフィールド、ジョン・メイ・オールなど、 演奏能力に長けたバンドがブルースロックブームを巻き起こした。サンタナはロックにラテンを融合することでラテンロックのアルバムを発表した。さらに、コロシアムやソフトマシーン、ニュークリアスラジャズとロックを融合したジャズロックを生み出し、ロックにクラシック音楽を取り入れた。エマーソン、レイクパーマー、イエスなどのプログレッシブロックが発展していった。 また、インエクセスらのファンクとロックを融合したファンクロックも登場した。90年代のロック分野におけるクロスオーバーの一つの現象がパンクとヘビメタルを融合したニルバーならのグランジと呼ばれるジャンルである。1990年代に停滞していたヘビメタルとヒップホップやファンクに代表される黒人音楽をクロスオーバーさせたジャンルでラップロック、ラップメタルや ファンクメタルなどのジャンルが生まれた。この動きは日本ではミクスチャーロックと呼ばれた。クラシック音楽とポピュラー音楽がクロスオーバーしたサウンドはクラシカル、クロスオーバーと呼ばれる場合がある。最も著名な例としてはサラ・ブライトマンとアンドレア・ボチェッリのデュエットタイム・トゥ・セイ・グッバイがある。この曲は全世界で2500万枚以上を売り上げたとされ、このジャンルのスタンダードになった。 グループで活動するイルディーボは男性歌手4人で成り立っており、ポップスとオペラの融合から彼ら自身はこの音楽のことをポッペラと呼んでいる。音楽評論家の片桐拓也はこのジャンルの流星の背景としてクラシック界の中核を担う40、50歳代の音楽家は若い頃ごく自然にロックやポップスに親しんできた世代で、 ポピュラー音楽を取り上げることに抵抗感のない人が多いことを挙げている。日本でのクラシカルクロスオーバーの歌手では、ソプラニスタの岡本智隆などの歌手が活動している。2005年に、本田美奈子のアルバム Amazing Grace ググが日本人歌手によるクラシックアルバムとしては初めて。 オリコンチャートトップ10を果たし、秋川雅史の千の風になってが2007年のオリコン年間シングルチャートで第1位となったことなどは、その象徴的な出来事である。また、バイオリニストでシンガーソングライターのサラ・オレインもクラシカルクロスオーバーのジャンルでアルバムセレステを発表し、同アルバムは音楽配信で好調だった。ありがとうございます。